こんにちは。ベースボールワンベースボールアナライザーの大川聡です。本日はカットボールの投げ方についてお話をしたいと思います。前回カットボールの握り方についてご説明させていただいた時に、指のどちらでかけるか、こういったことが大切になるとお伝えしました。この投げる時にどちらの指を使って押し出すのかっていうところが大切になってきます。変化球はどうしてもリリースポイント、ストレートに比べたらどうしても後ろになりやすくなるものです。ですのでしっかりイメージとしてリリースポイント、ストレートより前で離すという意識が大事になります。その時に注意していただきたいことが、グローブ側の肩ですね。肩が早く曲げる意識から開いてしまうと変化の曲がり方が速くなってしまいますので、グローブの肩が開くことなくストレートより前、こういったことをイメージしながら投げてほしいと思います。まず投げ方としてしっかり指でどちらにしっかりかかっていくかというところが大切になります。練習としてはもうボールを持っていただいて指1本で離してあげる、こういったことを普段から繰り返すことで、カットボールというのは球速、ストレートの球速と変わることなく変化してくれるボールに投げることができるので、ぜひ参考にしてください。